本当に必要な事業だったら止めなければよかったじゃないですか。そして必要のない事業だったら来年度の予算に計上しなければよかったじゃないですか。いかがでしょうか、総理。菅大臣。どうも茂木議員は中身をよく精査されて言われているのか、ごく一部を取り上げて言われているのかよく分かりませんが、先ほど私が申し上げたように、例えば人材育成の当初皆さんの一時補正で7000億積まれたものについて、かなり凍結いたしました。しかしそれはなぜ凍結したかといえば、初年度あるいは2年度分ぐらいまでは十分賄えるという見通しの中で、3年度分かもうちょっとか細かい数字が必要であればどこか聞きますが、それは凍結をして、そして次の段階で、それを使った最終的には恒久制度につなげていこうということでありまして、そういう意味で、政策的に、不要不急という意味で止めたものと、内容的に必要がないからといって止めたものと両方あるわけでありまして、不要不急に関しては本予算では時間が経つわけですから、それが必要ではあるけれども、去年の団体一次補正では必要がないけれども、来年度の予算では時期的に必要になるものについては当然それを復活させるというのは当然のことじゃないですか。茂木君。大臣、もう少しそれぞれの事業を見てですね、同じ事業が単に半年だけずれてたくさん残ってます、そういったことについてですね、よくご覧になったんですかと、全部の事業見ました、きちんと見た上で発言を、させていただいております。それから一次補正について、民主党、衆議院の本会議は残念ながら欠席という形でありましたが、参議院の本会議、反対討論に、立たれている代表の方、反対の第一の理由として、基金の問題、これを取り上げまして、こんなふうにおっしゃっています。このような巨額の予算を公益法人等の基金に繰り入れ、多年度にわたって支出することは憲法の趣旨にも基づく、この考えに変わりはありませんか。菅大臣。つまり、その今のお話は、基本的には、予算というのが単年度主義というのがこれまでの原則でありますから、極端に言えばですね、10年後までをですね、基金に積んで、それが10年後までこういうふうにやるなんていうやり方を取るとすれば、それはその精神に反しているわけでありますから、そういう趣旨で、現実に3年程度積まれたもの、私は中にはですよ、そういうやり方の方がいいものも一般的にはあると思いますが、適切でないものもあるし、これまでの考え方からして、これまでの解釈からして、そういった扱いについては問題があるという指摘をしたんだと考えております。茂木君。もう一回申し上げます。公益法人等に基金を繰り入れ、多年度にわたって支出することは、憲法の趣旨にも戻ると、参議院の本会議でおっしゃられています。小林議員です。この考えに変わりはありませんかと確認させていただきます。菅大臣。今申し上げましたように、私は、国家戦略室で検討して、いただいておりますけれども、複数年度予算という考え方が望ましいと思っておりますし、そういうことは考え方として可能であろうと思っております。ですから参議院のその質疑の中でどういう質疑を言われたのか、今私はそのことを聞いておりませんので、それはやはり質問した方の趣旨が正確に私にはまだ聞いておりませんので、それがいい悪いというところまで申し上げる立場にはありません。茂木君。菅大臣、私は一議員のですね、どこかでの発言を捉えて言ってるんじゃないんです。参議院の本会議で採決にあたって、党を代表される方が反対の第一の理由として、
基金の問題を取り上げられたということでお聞きをしているんです。その基金の問題、どうお考えですか。戦国大臣。今回の補正予算の見直しにあたりましては、私が主として、この作業を行ったものですから、お答えをさせていただきます。憲法上の原則で、単年度予算主義、あるいは財政法定主義、もう少し元へ帰れば、少々松村さん、せっかくものを言ってるんですから、いちいち言われると、言いたいことを忘れますので、ちょっとお静かにいただきたいと思いますが、代表なければ課税なしの原則で、国会、あるいは議会というものがあるために、その多年度予算よりもさらにこれを拡張してですね、公益法人の基金に3年分を放り込むというふうなことは、憲法原則からして望ましいことではない。つまり趣旨に反するという、そういうことを小林議員が言ったとすれば、それは原則的に正しいと私は思います。ただ、それと多年度予算主義を法律で決めるということとは、また次元が違うと、こういうふうに考えております。茂木君。基本的には基金で多年度の支出をすることはよくない、こういうことに、受けているわけでありますが、ただこの二次補正見てみますと、言ってることとやっぱりやってることが全く違うんですね。今回の二次補正でも、新たに6つの基金、新政権、作ってらっしゃいます。そして既存の8つの基金の予算を積み増しで、全体で1兆7000億円のですね、基金を積み増しを行っているわけであります。例えば、省エネカーの補助、それから省エネポイント、エコポイントの予算、これは3月のものまでのものはですね、一次補正で確保されています。ですから、それでですね、環境対応者普及促進基金、それからグリーン家電普及促進基金というのを創設して、4月以降のものを積んでいるわけであります。基本方針と実際に二次補正でやられていること、全く違うじゃないですか。菅大臣。今、戦国大臣の方からも答弁がありましたし、私が言っていることも同じなんですけれども、基本的に基金に富むものがですね、適切であるかどうかという議論が確かにあります。私もですね、例えば研究開発のようなものは、単年度よりも少し長い方がいいと思いますから、そういうものは2年、3年の基金で積むこともありますし、しかし、そういう意味でその原則に立ってですね、こういうものは適切だけれども、こういうものは適切でないという意見があることは承知しています。で、今、話をされた、その、エコポイント等については、どこまで続けるのかということそのものが、景気というものに影響するということもありまして、これからも継続するということも含めてですね、私は積みましたと、このように理解しております。茂木君。基本的に来年度の基金はよくない、こういうお話をされながら、基金をですね、14も積む、1兆7000億円、補正の中に入れると。しかし、例えばエコポイントもそうです、それから省エネ化も3月まで予算があるんですから、4月からの予算、本予算で間に合うわけです。基金の事業をやめて、堂々と本予算、それに積まれればいいじゃないですか、来年度だけの分なんですから、そちらが正しいんじゃないですか。菅大臣。そうすると、4月1日から確実に施行を野党の皆さんも約束してくださるんですか。つまりは、今申し上げたように、今申し上げましたように、エコポイントについては、継続をするということを国民の皆さんに理解していただくことが、製造する側にとってもですね、いろんなものを供給する側にとっても意味があるわけでありまして、そういう景気対策を最も強く主張されたのが、自民党じゃないんですか。ですから私たちは、そういう景気対策を考えて、
4月1日から必ず切れ目なくやれるためには補正予算で組むことが適切だろうという判断のもとに組ませていただきました。茂木君。